俺は守。小さい頃から野球が大好きで、社会人になった今も地元の社会人草野球チームに所属している。あ、これはヒットだな。俺のチームは地元ではそこそこ強いことで有名だ。野球大会でも地区優勝していた。でもここ最近チーム全体の熱が冷めつつあることを俺は感じ取っていた。よし、今日も練習頑張ろうな。そうは言うけど、練習しなくても勝てるんじゃないすか。俺たち強いしさ。そんなことはない、日々の練習は大切だぞ。最近みんなのやる気が落ちている気がする。試合をしても勝つのが当たり前みたいになってるからか。だから練習に身が入らないみたいだな。勝つことに慣れた俺たちのチームはだんだんと練習がおろそかになっていた。そのうちチームメイトたちもだんだんと入れ替わり立ち替わりするようになり、地区優勝していた時と比べるとチームのモチベーションが低くなっていた。え、何の騒ぎだ。こいつが練習したくないって言うんだ。試合に勝てるのは日々の練習の積み重ねだって言ってるのに。だって練習しなくたって俺たち強いじゃないすか。だったら練習しても意味がないと思うんすよね。向上心の高い人と低い人同士で言い争いが頻発するようになり、練習が潰れることも多くなった。特にチームのドキュン3人組はやる気がなく、何度練習に誘っても言い訳をしてはサボってばかりだった。今日は腹が痛いんで。そうか、無理はするなよ。あいつら絶対サボりだぞ。うん、わかってるさ。キャプテンはそんなチームの状態にうんざりして脱退してしまった。そんな、キャプテンがいなくなったら俺たちはどうすればいいんだ。守、次はお前がキャプテンになるんだ。野球への情熱があるお前にならキャプテンを任せられる。わかりました、俺がもう一度このチームを立て直してみせます。こうして俺は問題の絶えないチームのキャプテンとなった。俺はアントン。キャプテンとなった俺は友人のアントンがやっている便利屋に行き、今のチームの状況を相談することにした。というわけで俺たちのチームは問題だらけなんだ。やる気のない選手とやる気のある選手の言い争いにモチベーションの低下か。問題は山積みですね。俺としてもチームを前のように強くしたい。そして何よりチームとして一つになりたいんだ。そうだな、何かチームのモチベーションを上げるきっかけがあればいいのにな。今のままの状態が続くと失速していく一方だと思うし、こんな時救世主でも現れてくれたらいいのにな。俺ももう少し野球について調べておくよ。そうだな、やっぱり俺がキャプテンとして頑張るしかないのか。俺は解決策が見当たらず途方に暮れていた。そんなある日、球場で練習をしていると見知らぬじいさんがやってきた。え、なんだ急に。わしは老い先短い身じゃが、野球がやりたくて仕方ないんじゃ。死ぬ前にこのチームに入れてもらって野球をやらせてくれんかの。どう見てもヨボヨボだし、野球ができそうには見えないな。高橋と名乗ったじいさんは俺に向かってそう言った。俺がどうするか悩んでいると、チームのドキュン3人組が近づいてきた。こんなヨボヨボのジジイが野球なんてできるわけないじゃん。どうせ足を引っ張るだけっすよ。おい、お前たち言い過ぎだぞ。ドキュンたちは高橋さんを見るなりバカにしだした。確かにわしは足を引っ張るかもしれん。でも野球がしたいんじゃ。死ぬ前の最後の頼みだと思ってチームに入れてもらえんかの。死ぬ前に野球がやりたいだなんて、野球が相当好きなんだな。わかりました、やる気がある方は大歓迎ですよ。ありがとう、ありがとう。俺は高橋さんの必死な様子に心を打たれ入団を許可した。それから高橋さんは練習に参加し始めたが、やはり老化のためか足腰が弱っており、俺たちの走り込みについていくのは難しそうだった。皆さん体力がありますの。やっぱり年には勝てなさそうじゃ。高橋さん大丈夫ですよ、俺たちも最初は全然ついていけませんでしたから。やっぱりあのジジイ練習にもついてこれてねえな。ジジイはおとなしく家でテレビでも見てればいいんだよ。お前たち
高橋さんも必死にやってるんだぞ。いいんですじゃ、本当のことですし、わしも若いもんには負けていられませんな。ええ、一緒に頑張りましょう。次はバッティングの練習だ。おいそこ、全然見て打ってないじゃないか。俺だって頑張ってますよ。ドキュンの一人が必死にバットを振るが全然当たらない。その時、最近の子はバットの振り方も知らんのかね。なんだと。もっと体重を移動させるようにして体を思いっきりひねるんじゃ。はあ、そんなんで打てるわけねえだろ。騙されたと思ってやってみ。くそ、嘘だったら承知しないからな。そう言うとドキュンは高橋さんの言った通り体をひねって思いっきりバットを振った。すると、当たった。おお、結構飛んだのは。ほれ、言った通りじゃろ。すごい。なんと高橋さんの言う通り、綺麗にボールが飛んでいった。その後も高橋さんはチームメイトたちにアドバイスをするとメキメキと成長していった。おお、あれほど悩んでた打率が上がったぞ。あの高橋ってじいさん、言ってることがまともだし、なんかすごくないか。確かにな。俺はそんなチームの様子を見て高橋さんにある提案をした。高橋さん、これまで見てきましたが、やはりあなたはプレイヤーには向いていません。やっぱりそうですか。ですが、あなたのアドバイスでこのチームは目覚ましい成長を遂げています。なので俺たちの指導者としてチームに在籍してもらえないでしょうか。高橋さんが良ければですが。わしがこのチームの指導者、わしで良ければぜひともお願いしたいの。はい、ありがとうございます。それから俺たちはだんだんと高橋さんの指導によってそれぞれが力をつけていき、高橋さんは本当のチームメイトとして欠かせない存在になっていた。ってことがあってさ、俺たちのチームに救世主が現れたんだよ。なるほどな。その高橋さんってどんな人なんですか？ああ、この写真の中心に写っている人だよ。俺は高橋さんの写真をアントンたちに見せた。お、なんか見たことあるような。アントンさんもですか？実は俺も。私もどこかで見たことがあるような気がするのよね。え？でもどこで見たのかわからないな。もしかしたら他人の空似かもしれないですしね。そっか、まあ本人に聞いてみればわかるか。アントンの事務所を訪れて数日後、俺はあの時の話が気になり高橋さんに聞いてみることにした。高橋さんは昔野球をやられてたんですよね？じゃないとあんなに的確な指導はできないと思います。どこのチームだったんですか？忘れてしまったの。いいじゃないですか、少しくらい教えてくれても。この年になると忘れっぽくってな。高橋さんは言葉を濁して全く教えてくれなかった。高橋さんのことはわからないことばかりだけど、あの指導のおかげで確実にチームは力をつけてきた。この調子でいけばもしかしたら全国大会で優勝も夢じゃないかもな。おお、ついに俺たちも返り咲く時が来たな。最初は疑ってたけど、ここまで成長できたのもじいさんのおかげだ。では言っておくぜ。なに、礼には及ばんよ。よし、今度こそ優勝だ。ああ、高橋さんが来てからみんな生き生きしだしたな。感謝しかない。こうして高橋さんが現れてから1年が経ち、俺たちのチームは地区大会に出場した。今日で7本目のホームランだ。地区大会優勝だぞ。俺たちのチームは全試合でホームランを連発し、見事に地区大会を優勝することができた。本当に地区大会を優勝するなんて、しかも全国大会まで進めるなんて思わなかったよ。これも高橋さんのおかげだな。こうなったら全国大会も優勝だ。みんな一致団結してきたし、みんな同じ目標に向かって頑張っている。サボり気味だった選手も今では練習を真面目にやるようになった。この調子なら本当に全国大会も夢じゃないぞ。俺はチームを見ながらそう確信していた。そして迎えた全国大会。さすがに全国大会ともなると強豪チームばかりで
俺たちは一進一退の試合をしていた。守る、ナイスキャッチ。そして迎えた決勝戦。特大ホームランだ。俺たちの優勝だ。俺たちはついに全国優勝を果たしたのだ。試合後、俺たちは高橋さんを中心に優勝を祝っていた。本当に俺たちが優勝するなんて、くー、夢じゃないよな。ああ、夢じゃないぞ。高橋さん、本当にありがとうございました。いやいや、君たちが頑張ったおかげじゃよ。ここまで皆さんの成長が見れて、なおかつ優勝もできて、もう言い残すことはない。高橋さん、わしは今日でこのチームを去るよ。そんな、これ以上わしが教えることもないしの。なら最後にあなたは何者だったのか教えてください。恩人の名前を知らないなんて俺たち嫌です。わしか。わしは高橋マニロと言うんじゃ。高橋マニロ、もしかして昔天才ピッチャーとして名を馳せたあの、若くして引退したって聞いていたけど。そうじゃ、それがわしじゃ。全く気づかなかったけど、確かに似ている。俺たちは高橋さんを見ながら驚いた。引退後、わしは未練を断ち切って生きてきた。じゃが君たちが練習をしている姿を見て、何か力になれないかと思っての。老い先が短い身でありながら、昔のような喜びを感じることができてよかったよ。高橋さん、感謝するのはこっちです。とってもいい経験をさせてもらいました。最初生意気言ってすみませんでした。いいんじゃよ。それじゃあの、これからも後悔しないように野球を楽しむんじゃよ。そう言うと高橋さんは嬉しそうにその場を去っていった。最初はただのヨボヨボのじいさんかと思ったけど、高橋さんと出会ってこんな青春みたいな体験ができて本当に良かったな。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。